薬部フル社は、チェコのブルノ出身の指揮者。建築家のペトルフル社を父親に持つ。バンベルク交響楽団主席指揮者、フィルハーモニア還元楽団及び、チェコフィルハーモニー還元楽団の主席客演指揮者を務める。2011年にグラモフォン誌で大指揮者になりそうな10人の若手指揮者のうちの一人に選ばれた。ブルノのギムナジウムに通っていた頃は、 ピアノとトロンボーンを習っていたが、次第に指揮に興味を持つようになった。その後、プラハ芸術アカデミーに進学し、ビルジー・ビエロ・フラーベク、ラドミル・エリシュカらに指揮を学んだ。2000年に、プラハの春国際音楽コンクール指揮者部門に出場。この時は予選落ちした。古ャはこのことについて、指揮者になろうとした時に背中を押してくれたのは、ラドミル・エリシュカ先生でした。まだ、 プラハ音楽アカデミーの1年生の時に、プラハの春国際指揮者コンクールに出場するように、進めてくれたのです。その時は、結局本戦には進めなかったのですが、初めてプロのオーケストラを指揮するという貴重な経験を得ることができましたと語っている。2004年にアカデミーを卒業した。ルドルフィヌムでの卒業コンサートでは、プラハ放送交響楽団を指揮して、ヨゼフスークの アスラエル公共曲を演奏した。卒業後は、チェコフィルハーモニー管弦楽団などのチェコ内のオーケストラや、フィルハーモニア管弦楽団、ライプツィヒゲワントハウス管弦楽団、シュトットガルト放送公共楽団、ベルリンドイツ公共楽団、BBC 公共楽団などの世界各地のオーケストラに客演を行いつつ、ヨーロッパのオケでポストを得て、経験を積む。2010年には、 フラハの春国際音楽祭オープニングコンサートの指揮者を最年少で務めた。また、同年より東京都公共楽団主席客演指揮者に就任した。就任会見では東京について日本のオーケストラは個性がないと言われるようですが、私はそうは思いません。特に東京について言えば高い柔軟性という個性があります。指揮者が指示したことが必ず返ってくる。これは、 鍛錬を積んだ技術力、正確なリズム感、バランス、理解力がないとできません。とても大きな魅力でしょう。と語った。東日本大震災よりちょうど1年後の2012年3月11日には本人の希望で共に来日していたプラハフィルハーモニアのメンバーと東京都交響楽団のメンバー5人が加わってドボルザークの交響曲第9番より第2楽章。 ラルゴを演奏し、追悼演奏を行った。寄付を受けた、オペライ2011年1月に、ムソルグスキーのオペラ、ボリス・ゴドゥノフでのデンマーク王立歌劇場でのデビューをきっかけとして、同10月に2013年8月より、同劇場の音楽監督にも就任することが発表された。フルシャは2011年10月より、同劇場の音楽コンサルタントというポストにいたが、 年が明けた2012年1月に、当時王立歌劇場の芸術監督であった、キース・ウォーナーと共に、音楽監督就任を辞退する旨を表明した。現地新聞では、両者の圧力が報じられたが、デンマーク国内の景気が悪化した上、オペラハウスの維持費がかさんでいたところに、欧州経済危機が相まって、100人規模のリストラ、公演数、プロダクション数の削減をしなければならなくなったことから、 両者は芸術的な責任が取れないと判断した。芸術監督であったキース・ウォーナーはこの時点でまだ一度も仕事をしていなかったが、すでに来シーズンのプログラムが組んであったため、結局2012年の夏まではポストに留まることとなった。もともと王立歌劇場はデンマークの劇場に対して配分される文化予算の40%の費用を占める組織であったが、 古社の就任発表のあった時期は、新オペラハウスの寄贈による予算増額のために、さらなる配分を受けていた。ここに至る経緯としては、デンマークの企業で、世界一の海運会社である、AP モラーマースクから新オペラハウス、オペラ園の寄付の申し出がなされ、受け取るとかかってしまう維持費と税金が、劇場の年間予算に匹敵する額であったので、そんな費用は捻出する余裕がないため、 一度劇場は断っていた。しかし、時の首相や文化大臣の意思もあり、受け取る代わりに予算を大幅増額することで、一応の決着をつけていた。劇場の建設は2000年に発表され、2005年に開幕公演が行われた。オペラ園の内部そのため新たな劇場を所有する記念として、劇場はコッペンハーゲンリングを制作し、国際的にも長売れ、 コンテンツとして素晴らしい成果を残したが、そんな折に欧州経済危機が起こり、デンマーク経済もその煽りをもろに受け、真っ先に劇場の予算は削減の対象へとなってしまった。なお、デンマークの文化政策はコッペンハーゲン編長だとの批判があり、中央の文化予算を減額して地方に配分する流れがあり、このことも関係したと考えられる。予算を減らされて一番困ったのは、 もちろん芝居用劇場と旧新オペラハウスの合わせて3つを所有していた王立歌劇場であった。寄付を受けた新オペラハウスをどうするかという騒動が収まらないままシーズンをそのままスタートさせたものの元々所有していた3つの劇場で合わせて年間600回行っていた予定の公演を100回も減らさざるを得なくなりかなりのダメージを受けることとなってしまった。 その影響をもろに受け、こんな予算ではやっていけないということになり、それが辞任につながった。結局、劇場はオペラ園を所有することによって、所有する前より公演制作費を減らしてしまう皮肉な状況に陥った。そこで寄付を受けた新オペラハウスを返還しようとしてみたものの、省内に特設ワーキングチームを作って、目下の策を検討するとのことで、 文化大臣に返還を断られた。劇場は、新オペラハウスさえ、なんとかなれば、うまくいくというわけでもなく、もともと持っていた18世紀に建設された、旧オペラハウスも、改修費用などの維持管理費で、かなりの予算を費やしており、新オペラハウスを返すくらいなら、旧オペラハウスを潰してしまえ、という意見が公然と出るほどであった。劇場は、 慢性的な赤字体質に陥っており、抜本的な改革を必要としている。元ベルリンフィルハーモニー、管弦楽団主席ホルン奏者のラデクバ・ボラークは、プラハフィルハーモニアが初めて入団した楽団で、ベルリンフィル対談後に、ソリストとして活躍する傍ら、レジデントアーティストとして舞い戻った。フルシャトは、同じチェコ人ということや、 プラハフィルハーモニアつながりで関係が深く、今では肩書きを外していますが、変わらず、ソロや室内楽で頻繁に共演してくれたり、音楽的アドバイスをしてくれる、親密な関係です。この世界最高のホルン奏者は、私たちの誇りですと語っている。今後は、オーケストラ作品を中心に演奏していきたいと考えているという。 いくつかオペラの客演の仕事もこなすが、だんだん少なくしていく予定で、今はオーケストラ曲に集中しながら自分の世界を広げていきたいと語る。マルティヌーの音楽は自分にとってとても重要で、その作品を演奏することは20世紀音楽の知る上でとても重要だという。国際マルティヌー協会会長、ありがとうございます。